はい、こんにちは。東大合格受験人の時田博光です。今回は中学2年生、中学3年生向けの模試対策、数学から図形と角度について解説していきたいと思います。さ、はあ、い、行きましょう。このチャンネルでは中学生向けの定期テスト対策、模試対策、そして高校入試対策まで全科目解説動画を上げています。え他の動画もぜひ見てくださいね。で、今回の問題は図形と角度についての問題です。で もしし、でででよくく出てきますす。高校入試では絶対落としたくないっていう、ねえー、問題ですここら辺をがっちり固めておいて、えー、他の問題にね、えー、取れる時間を増やしていってほしいなというふうに思いますではね一緒にやっていきましょう一番最初見ていくと、えー、四角形 ABCD があるよとでこれは正方形ですって言ってますで2直線 LM は平行ですよって言ってますで上,上図のね、えー、この図の時に角 X ここの角度は何度でしょうかと まあそういうい問題ですで、えー、ここが36度っていうふうに、えー、出てて、えー、どういうふうに考えるのかなんですがここに書かれている条件を、えー、まずは噛み砕けるようにしておきましょう。はい、今まず一つ目正方形って書いてますね。あこれねちょっとこう、えー、よいしょよいしょ,いしょ正方形。 正方形って言われた時にどう動かなければいけないのか、はい、今回、えー、角度に関する問題なんですが正方形と言われた時に角度に関しての問題であればこれは、えー、全て 90° 度っていうのを求めたいというかこれを使いたいってことですね、えー、全て 90° 度って何かって言ったら内角のことですねこの間のことです噛んでますねはい 続きき頑張っていきますで、えー、それから平行っていう条件平行条件はい平行って言われたらどういうふうに手を動かさなければいけないのかこれはあ2つあります一つが、えー、同位角が等しいそして2つ目が錯覚が等しいっていうものです でえー、これを,を使っていくんですがじゃあこれどういうふうにね、えー、考えていくのかっていうのを一緒にやっていきましょうねで今求めたいのはここの x っていう角度の大きさなわけなんですがここを求めたいはいで求めたいところをピーって、えー、線引いて改めて図形を書きますここが欲しいわけですよねで、えー、ピーってこう引かれてる時に この直線とこの直線は平行ですよって書いてるんですが間に図形がある時にはもう1本そしてもう2本もう3本かもしれませんが、えー、平行な直線を同じように引いていてきますそうすると D を通るところで直線ねこうやって平行な直線を引いてみます。そうするとこことここは錯覚になります。 えー、つまりこことこことの角度が等しいわけですね、えー。なのでここ黒丸とかにしておきましょうかこうやってね。はい、で、えー、ここ見てみると正方形っていうのですべて90度ですよね。ということはここの角 D っていうのは90度になっていますからここは黒丸とこの四角、えー、角度をね足し算すると90度になりますよね。 じゃあこの先どうなってるのかって言ったら L があるわけです、はい、ちょっとね縮尺おかしいですが、えー、今角度を出したいのでここが36度ということはこことここやっぱり錯角なんですねここ36度はいここで分かったのは錯角によって、えー、36度36度と分かってあと黒丸を足すと、えー、ここね 90度になってきますよねだとしたらこの黒丸は何度でしょうかっていうと 90−36 度で54度ってことが分かります。ということはこことここ等しかったわけですから角 x っていうのは54度ってことが分かります。いいでしょうか。はい、こういうふうにね、えー、考えていくっていうところを押さえておきましょう。 では括弧 2, 行きます括弧2では、えー、とこの間の図形が正五角形になりました、えー、こうやってやったとしてもやることは変わりません先ほどは正方形だったわけでその内角は全て90度でしたじゃあ正五角形の内角っていうのは何なのかっていうのを同じように考えるわけですねはいうのは、 えー、答えを言うと180度なんですね全て180度108度ですねでこの180 108度ってどうやって求めるかって言ったらえっ、ー、とこの何とかえー、多角形の内角の和多角形の内角の和ねの内角の和これを思い出してみましょう それは180度かける、えー、ここにその n 角形だったとした場合 n く2っていうこの計算で出ますここに今回正五角形ですから5を入れてみると5く2で3ですよねつまり5 4 0度ってことがわかります五角形っていうことは今五角形っていうことは 540度なんですがそれが5つ12345ってね、えー、5個分ありますので計算すると108っていうふうに出ますはい、いいでしょうかということはここが1個分が108度ってことが分かりますじゃあ同じように角 x ここを出すためにはどこが分かればいいのか線引いてみましょう、はいえー、そうするとあもうちょっと上に書こうかな あ下に書こうかな。でここが m なんですがここ x ですよね。でそうすると先ほど言ったようにこの間に図形があるときには平行線を何本か引くって話でしたよね。はい、で e っていうところがどこかぶつかってそこに平行線引くとやっぱりこことここが等しいわけですよね。 錯覚ですからで、えー、ここからピーッて伸ばしていったところに A がありますここねわかるで、えー、こことここが等しいわけなんですけど白丸っていうのをね書いておきましょうはいそうするとこれ白丸と黒丸っていうのを足し算すると1 0 8 108度ってことがわかります じゃああと白丸が分かればいいなってことが分かるんですが今あ分かってるのは1つの角度と、えー、ここの18度っていうとこですね18度でここが108度ってことが分かっていますということはこの直線は18度と108度とこの白丸を足し算すると180度一直線になりますねじゃあ18と108を足し算すると126度になります ですかということはここ合計でここ合計ね126度ってここではなるのでよいしょよいしょ126度ってなるので180度から126度を引き算するとここが何度 ?54 度ってことになりますよね。はいということはここ54度。で ここの白丸と黒丸全部足すと1 0 8度ですからここ5 4度ってことが分かります、えー。ということは角 X は同じく錯角が等しいので5 4度ってことになりました。はい、答えは一緒になりましたね。まあこれはたまたまです。はい、でもやることは一緒だった。こうやって 平行な直線があって間に図形があれば、まあ、直線をねこうやって、えー、引いてで角度を求めていくこのやり方があーずっとねやり方としては一緒ですとじゃあこういうふうに少し、えー、変形した形だとどうでしょうかと先ほどは先ほどね2問とも横に直線が引いてましたが今回は縦に引いてます縦になったとしてもやることは一緒はい 六角形 ABCDEF は正六角形ですよって言ってる。はい、で二直線 LM は平行です。でこの時に角 X ってここを出しなさいって問題ですね。はい、じゃあ、えー、先ほどとね考えてることでしょう正方形だったら全てね内角は90度。そして正五角形であれば、えー、全て108度。では正六角形はって言われた時に何を動くのかっていうと。 えーえー、っと正六角形であれば内角一つの内角は1 2 0度になりますはいそれ書いちゃいましょうね正六角形はえー、っと全て1 2 0度先ほどの内角の和を考えてみるとここに6を入れてみます6く2で4ですよね 度度で度になりますつまり六角形は7 2 0割る、えー、6つ分ですからイコール1 2 0度ってちゃんとなりますねこうやってね。はいってことはこの1 2 0度を使うっていうところなんですがはい今回求めたいのはここの x じゃあここの x どこが分かればいいのかっていうと先ほどやったようにこうやってね X の部分からどんどんん新はいそうするとえっとここが x こうね x で、a、b って引いてって a にぶち当たるのでこことここが等しいよとでそこから a がこう、えー、b の方向に行きますよね B でぶち当たったのでまた線を引きます。はい、で、えー、さらにここから C の方に行くと。はい、ここが C ね。だな。で、えー、ここから線が引かれるんですがよいしょ。今ここの線を引いたところねよいしょ。ここが42度って言ってます。 ここ42度。ということは、えー、今欲しい角度っていうのは欲しい角度は、えー、とここだったりここだったりが欲しいわけですよね。で今ここ42度ってことが分かってる。はいえー、でだとしたらここは120度一つのね一つの角度なのでここが120度になります。 ということは、ここの角度は何度かって言ったら、120足す42で162、180度から162度を、162度を引き算すると、ここ18度ですね。ということは、錯覚、ここで、錯覚ね、考えてみると、ここが18度。18度ね。えー、だとしたら、ここの、 ピーって引いたらここの角度が1 0 2度になります1 0 2ねここ 102° 度、はいえー、でここの、えー、っとちょっと近いですねこうこう消しちゃいましょういしょで錯角ですからここが 102° 度ってことは、えー、この直線の部分で言ったら7 0 8度になります102と78を足し算したら1 8 0度になるよと。で、えー、ここはっていうと1 2 0度ですからこの黒丸のところは1 2 0 −、えー、7 8度で、えー、4 2度になります。ということはこの、えー、と錯覚を使うと、X、のところが4 2度ってことが分かりました。 ちょっとここの図あ汚かったんですが、まあ、今やってるのはこうやってね平行な直線を引いてって角度が等しいねっていうことを順繰り順繰りやってった感じですね。よいしょここが1 0にでここ78でで42っていうふうにやってるよってことねいいかな。はい。 こんな感じで、えー、と直線っていう、えー、と2つの平行な直線っていうのと正多角形を使うタイプの角度では今言ったような手法をとっていきますので、えー、自分でも、えー、学校のワークであったりとか問題集だったりこれから受ける模試でもこの、えー、とやり方を使って是非ね取り組んでほしいなと思いますはい今回の授業は以上です チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。それでは、バイバイ。